ードだね、ブラジル対ベルギー。こちらもプライドにかけて負けられないゲームになりますね。素晴らしい好カードですね。レベルの高い試合が期待できそうです。さっきの FC 東京を使った後だから動きがめちゃくちゃいい、みんなめっちゃうまいわ。よし、一旦落ち着こう。よし、よし、ネイマール行け。はや、ああ、よし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 、まあまあクリアね、クリアね。フェライニ、フェライニ、フェライニ、フェライニで。おお、あそこ取るか。ああ、大きくいっちゃったね。あ、そんな、あ、すごいね、危険なところに出したね、今。ちょっと、あそこ、こっちか。なるほど。イエス。すげえ、なんか赤怖いわ、なんか威圧感が。あ、怖い怖い。おお、いいショット。危ないわ。じゃあ精度高いよ、シュート多分。これ全然違いますね。あ、そうね、日本のチームとね。もうフリーで打たせたらアウトだよな、こいつらは。これは、ね、どっちもね、どっちも危険でレベル高いから。マジで全然操作感が全然全然違う、動きがいいもんな。さっきの日本のチームよりカクカクいきますよ。あ、それは危ないよ。オッケーオッケー、ネイマールだよ今。あ、よし、そうでしょ。よし、キーパー、いいよ。おー、あー、キーパ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 ー、今いいプレーだったな。これやばいね、これはもう。じゃあどっちも危険だよ。これ、これじゃないか、こっちか、こっちか、これか、切れる。あ、やっぱ下に行っちゃうね。やっぱこれだといけない。操作があんまり分かってないっていうね、お互いに。すいません。あ、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 じゃあスライディングは危ない。あ、スライディング危ないよ。あ、タックルみたいになればいいのね、普通の軽いタックルみたいなね。寄せてくれればいいんですけど。さっきからさ、オフサイドトラップだけめちゃくちゃうまいんだよね、なんかね。なんかすごいかかってんだよ、さっきから。ギリッギリほどのさ。いやー、もうこれやばいよ、アザール。あ、うまい、うまい。うわー、うまいわ、やっぱり。危険、危険。全然、全然おもろい、これ。危険だよ。いや、どうした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 、あ、すごい、あ、すごい、ファンにプレゼントしちゃった。そんな、よしよし。いや、でも全然操作性がいい、さっきの。全然違いますね。あー、でも硬いな。あれ、どうぞ、その上げ方、いや、いいスライディング、あ、そう、いいスライディング、そのまま、よしよし、あー、力がなかったね、シュートに。よしよしよし、やばい、こういう感じでやられた日本、確か、このキーパーからの。さあ、スタジアムのテンションで上がります。いや、うまいんだよな。そう、抜いていけ、ちょろ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 。取れない、よし、俺も大きくいくしかない。あー、嘘、え、嘘、何何何、嘘、え、ファルした、嘘でしょ、俺見てなかったよ、当たったの。どこでファルしてたの。え、あー、後から行ったんだ。後から行ったんだ。なるほど、よく見てるね、審判。あー、もうね、そんなに強く来るやつはありますね。さっきのね、これだからパスの精度が難しいよな。なんか、いや、ダメだ、あ、ちょっと、その全然味方にパスが繋がらない。え、A は、いいよ、いいよ、いいよ、 A はもう押さない。あ、そっちじゃない、そっちじゃない、 A は押さない、 A は押さない。ロングパスをもう押さないってことだもん。もう、まあ、いいことないよね、ロングパスね、確かにこのゲームは。しかも、うん、あの、ディフェンスの時に A を押しちゃうと、あ、そうだそうだ、試合
あー、いい。あ、うわそう、あー、やばいな、やばいな、入られとるな、これは。あー、いかないな。ペナルティエリア内はもう危険だよ。そう、もうファールもできないし。え、ちょっと出て、めっちゃ出てきた。あめっちゃ、そんな出てくる。さっきキーパー出すの覚えたらもうすぐこれだよ。意図してないです。俺、うわぁ身体能力高いわ。そんな見せなくていいね。そんなオーバーヘッドなんて。あ、ほらあれ大丈夫かもう。いや、スライディングしちゃうな、なんか。そうなんだね、気持ち的にね。あっ、オフサイドでしょ、今の分かったわ。そうだ、そっちに出したくなかったんで、こっちに出したかったんで。あ、なるほど。そうあ、すっごい弱い。小学生みたいなキックなんだよ。フライングスルーパスができたらいいのな。なんか、そんななんだ。もうやめてへんの、新しいの出すの。お、いいよ。これは、いけ、スクラス。これは、あー、うまい。おい、よいしょ。あー、ダメか。よし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 。あ、当たってたんだ。ちょっと待って。キーパー。あ、ファールでしょ。俺のファールじゃん、もう。やったー。スライディングしたかと思った。ねえ、もう、スライディング待ってたよ。今パスをくれたぞ。よいしょ。そんな早いパス。キーパーの練習みたいになってる。シュート練習みたいになってるよ。打っていくぜ、これ、もうどんどん。これは。あ、いいよ。あ、大きいな。そんな弱い。とか、いい感じなんだよね、さっきから。ああ。あ、こっちか、これか。よし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 。さっきからなぁ。俺の陣地では。ああ。よし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 。守ったね。結構攻めてたんだけどなぁ。やばいやばい。このまま行く？いいっすよ。よし。ブラジルすごいなぁ。ブラジル強いでしょ。ブラジル強いっすね。え、そっちも弱くないはずなんだけどね。いや、ベルギーも強いですよ。多分ね。え？そのトリッキーなの。それでもその後がダメなんですか。いや、あれキーパー出したいな。危ないな。いや、でもなんか赤いの怖い。いや、威圧感ない。赤の色がもう威圧感があるんだよ。確かに。そう。これ、でも。お、いいね。いない。いいとこいて。これで前に走られる。あー、後ろに蹴っちゃったか。あ、なんでなんで、それは違うでしょ。いや、でもこれ取り行くのも大変だよ、これ。取り行くのも大変。あー、オッケー。いや、こういうの危ないんだよ。あ、こういうの危ない。こういうの狙われると危ない。あら、いや、ルカク。あー、ルカク強いな。ルカク強かった、今。体張ってたな。どうにかねえ、ボールランまでは行ってたな。どうにか1点ぐらい取りたい。ああ。おー、うまいな。ああ。走ってほしいんだよ。ボタン連射しちゃダメだな。オッケー。いいよ。アザールがね、うまいのよ。マジで。関係ない。押さえたじゃないの、押さえたじゃないの。うわー、ナイスライディング。なんで待ったの、なんで待ったの、さっき終わってる。やばい。あ、違う。あ、オッケー。キーパー。よし。今のは間違いだ。あー、危ない。これ一点でかいね。そう、いや、マジでかい。マジでかいね、一点でかい。
下ボラもアザールとルカクはね、もう危険よ。いいよ、チームが走らせたらね。ね、そうだよ。あ、違う、それに。ああ、いや、そこでなんでさっきから左前好きなのさっきから左前の OK になってたよね。いやー、今キーパー やばい、うわ、あー、ちょっと待って、助けて、あー、助けて、危ない、いいよ、しっかり、人数足りて、あ、青木を出しちゃって、よし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 、オッケー、やべ、前半と変わって結構攻められてる、今だんだんとね、慣れてきてるんだよ、操作にな、雄大君な、選手の交代、あ、交代をしたいね、したいね、出たいですね、そうなんです、それしたい、したい、選手交代、その前に一回1点取っちゃおう、ちょっと危ない、これどうって、あー、これか、やっぱフォワードスタミナないのきついから、あ、そうか、これちゃんとボール出るまであれなんだ、え、変わってないでしょ、まだ、ね、変わってないです、ちゃんとボール出るまでは逆に言うと今チャンスだな、あー、もうこの裏、裏がね、何回も戻したら、戻したら、それはもう、いや、待って待って、あー、なんか敵にパスし合ってるよね、本当になんかな、硬いな、あ、あ、そっちか、あー、ボタンさっきと、さっきの設定のままでいた頭がロングパスの設定でいっちゃったよ、シュートしちゃったな、いや、これでもねえ、いや、焦ってるよ、めちゃくちゃ焦ってる、操作してる方は、あ、クソ、外か、よし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 、これ、うわ、いいキーパー、前よく出た、あ、なんでなんでなんでなんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、そんなの求めてないよ、いや、でも助かってるね、今助かってる、あ、今のプレー、うわ、マジで点数入らん、嘘、あ、イエス、サイド回路の、いや、もうかけたつもりも一切ないけど勝手に、うん、おしおし、これで、これも俺はサイドを待つ、しっかり、そう、あ、ミスってくれてたのに今、待て、ルカクやだな、あー、ちょっと、いやー、後ろ届けー、いやー、疲れてるから、サイドバックももう、うん、もうアザールもバテバテですから、ね、バテてる、バテバテですね、ほんとはアザールいないと、でもきついからな、勝ってないから、いや、なんでシュート、いや、でもひどいなひどいなもう目に助けられたぞ今もうがっつり削る、ね、すごいすりむいた今あ、ゴールデンゴールなのこれで、ゴールデンゴールにしよっかじゃあ、いいですよ、決めた方が勝ちね、はい、よしよし、いや、前後半でこう決着がつかないっていうのね、これせっかく動画撮ってるのに点が全く入らないっていうね、もういや、そうなんですよ、そうなんだよ、決めないと、うん、決めないと、決めないと何のオチにもなんない、あ、肉離れ、肉離れ起こしちゃった、うわー、硬い、そこまで出すか、よし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 、よし、いやー、これもう多分俺が勝つの誰も望んでないかもしれないけど、勝ちに行くよ、悪いけど、全然大丈夫ですよ、いや、いけるいけるいける、あー、本当だね、ロングパスはこのゲームしちゃいけないよ、そうそう、ダメなんですよ、全然ダメなんですよこれで、もうダメだ、
1点は取りたい、1点は取りたい、1点取ったら終わりだもんだと、ゴールデンコールだから1点はって言うか。そうね、そうね、1点ぐらいは。ああ、取り、あ、なんで、なんでそう、点を取る経験をしてみたい俺は。だからまずね、なー、あー、声ならない、声ならない、キーパー出る、キーパー、あ、違う違う違う、何のストップだ。そうそうそう、よしよし、スライディングいただいていいんだけど、俺もうね、この際有利になるから。怖い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 。肉バラね、2人目出たの。ちょっと、もう地獄の試合なんだよ。肉バラねが2人目出たらしいよ。どっちに出たんすかね、どっちかわかんねえけど。これどっちに出てんだ、誰が怪我したかがわかんない。俺の方ではないんじゃないか。俺の方っすかね。そっちに2人出てんの、こっちの方削られてんだけどね。肉バラね、されるようなことはされてんだけど、こっちの方は。ガチガチに出てくるね。あ、これで変えれるんだ。ねえ、なんかまた新しい方法見つけた？いや、あの、あ、カーソル？カーソルを変えるの。あ、そうかそうか、戦車のカーソル変えたいよ。あ、あれ、練習危ない、練習危ない。危ないね、いいとこから出すな。危ない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 。ダメだダメだ、もうそんな危ないことしてる。待って、でもそ、あー、空振るの、おーぶねー、嘘でしょ、早いな、これ。もうちょっと休ませろよ、ちょっと。マジでこれ、そっち二人肉バナナいるんでしょ、多分そうです。運気いいな、なんだろう、グリーンで打ったな、グリーンで打ったな、簡単には打たせてくれませんでした。よしよしよし、いや本当に入れよ、ちょっと、あ、そこ入れれるチームのはずだから、そっちでしょ、 OK、 分かってるよ、そっち欲しいの分かってる、イエーイ、ちょっと今度またこの罰ゲームみたいなの決めてやりたいね。ああ、そうやったらもっと必死になるでしょ。とりあえず、まあ、まあ今日お試しってことで、いやー、勝ちました、やった。